西郷隆盛は文政10年下級武士の子として薩摩藩に生まれる。隆盛の卓越した才能とおおらかな人柄は藩主島津斉彬の知るところとなり、お庭方に大抜擢される。斉彬は幕府にも認められるほどの才人だった。そんな主の背中を見ているうちに、隆盛も新しい時代の創生を夢見るようになる。しかし斉彬は急死、弟久光が藩主の父として藩の実質的な指導者となった。その頃安政の大獄が始まり、尊攘の同志である月照という僧が追われる身となる。隆盛は同情し薩摩にかくまおうとするが、藩はこれを拒否。責任を感じた隆盛は月照と共に身投げする。一命を取り留めた隆盛だったが、久光はこの行動に激怒し流刑を言い渡した。一度は許されるものの、再び久光の逆鱗に触れ、隆盛は再度流される。元治元年、薩摩藩は複雑化する情勢の中で、隆盛の人望や政治力を無視できなくなり、藩政の座に呼び戻す。その頃長州藩は8月18日の政変で失った勢力を回復するため武力行使に出ようとしていた。ちょうど京に滞在していた隆盛は、近利に兵を進める長州藩を迎え撃つため戦いに参加する。長州を無理をするのを御所を火の海にするつもりか。気持ちはわからんでもなかが、彼らの暴走を許すわけにはいきもはん。戦うしか中壊すな。参りました。行きますか。はい。
そう。気をつけよ。聴衆が撤退していきます。とりあえずは一安心でごわす。西郷さん、おいは大丈夫でごわす。それよりも他の部隊が気がかりでごわす。おはん、行ってきてくれますか。はい。木島ども、最後でごわしたのはあれぞ大和武士の姿でごわす。